スリーピースバンドのかっこよさを初めて知ったトライセラトップス Going to the Moon。 というわけで世界一短い音楽情報バラエティパパニュースミュージックです。この番組は昭和平成ポップスの懐かしい名曲をたった1分間台でお伝えするという番組です。お相手は DJ パパ丸山です。さあ今回お届けするのはトライセラトップス Going to the Moon です。こちら1999年のナンバーになります。ポカリスエットの CM に採用されていまして、これで一気にバンドの知名度がギャギャーンとねアップいたしました。私もこのポカリスエットの CM で知りました。で当時、私が聴いていた曲のバンドで言うと、まあ大体ギター、ベース、ボーカル、ドラムと4人以上のバンドが多かったんですね。そんな中圧倒的衝撃だったのが3人しかいないじゃないトライセラトップスというところでね、非常にこれ覚えてます。3人なのにこんな分厚いサウンド出せるってどんだけスキル高いのと非常にね驚きました。でこの Going to the Moon もねすごくかっこよかったですよね。これコピーしてみるとね初めて難しさをね感じますね。でまあかなり余談ですけれども、これをパロディという形でユズのオールナイトニッポンでメライセラトップスというバンドが組まれておりまして、ユズとなんと福山雅治さんで構成されているというスリーピースバンド、そんなスリーピースバンドも存在いたします。というわけでね、今一度スリーピースバンドのかっこよさ再確認してみてはいかがでしょうか。トライセラトップスの Going to the Moon でした。